千夏、明日何時集合する？哲也ごめん、全然返信できなかった。明日お昼過ぎがいい。最近仕事忙しくて寝れてない。オッケー、体調優先でいいよ。物件の内見行くんだったよね。そうそう、明日俺が不動産屋に電話して時間ずらしてもらえるようにする。ありがとう。納得できるいい部屋見つかるといいな。うん、同棲って楽しみだな。わかる、ワクワクしてる。うん、12月に結婚式とかまだ実感ないけど、それに向けていろいろ頑張るつもり。いろいろって？ダイエットとか。する必要なくないか？無理、絶対もっと細くなって綺麗になる。そのためにエステ行くし、自分磨き頑張るつもり。絶対私が一番綺麗になる。すごい覚悟だな。結婚式が楽しみだよ。うん、期待してて。翌日。哲也、今日はありがとう。いい物件に決まったんだね。うん、いい物件なんだけど、本当にあそこでいいのか？うん、何が？毎月の家賃もそうだけど、敷金礼金とか高くないか？そうかな。家賃は共働きだからなんとかなるし、敷金礼金もそこまで高くないよ。なるほどな。中途半端な物件に住むくらいならちょっと頑張った方がいい。まあそれもそうだな。俺割と貯金そこつきそうだけど、千夏の方は大丈夫そう？私はまだまだ余裕かな。マジ？うん。なんでそんなにあるんだ？学生の頃から貯金が趣味で、ずっとバイトしながら貯金してたんだ。それにしても使うとき使うよな。そこはうまくやりくりしてるの。なるほど。いい嫁もらったでしょ？それは間違いない。あの物件来月からだよね。そうだな。どうせ楽しみ。ああ、そうだな。2週間後。哲也、今いいか？どうした元気？ちょっと話がある。なんだよ、改まって。千夏とまだ付き合ってる？うん、付き合ってるどころか、今俺の婚約者だぞ。だよな。それがどうしたんだ？あの、伝えるか迷ったんだけど、俺は哲也の友達だから伝えることに決めた。あ、何を？千夏は、多分風俗嬢だぞ。は？渋谷で風俗してるぞ。もしかしてもう知ってたとか？お前冗談やめろよ。言っていいことと悪いことがあるぞ。本当なんだ、俺がこんな嘘つくわけないだろう。マジで言ってんのか？ああ、俺の友達に風俗好きなやつがいて、そいつが千夏に当たったらしい。間違いだろ、さすがに。似てることかじゃないのか？違う、そいつは大学の時千夏に片思いしてたから、出てきた瞬間すぐに分かったらしい。は？千夏の方は全く覚えてなくて、会話で少し探り入れたら大学まで一致してたから間違いない。ちょっと待ってくれよ。どうするんだ、目をつむるのか？これ、いや、俺2週間後に同棲するんだよ。12月には挙式なんだぞ。千夏の様子が変とかある？うどんな些細なことでもいい。夜予定が合わないとか、金銭感覚おかしいとか。どっちもある。マジか。夜遅くまで連絡取れない時がある。会社が激務だからって言ってるけど、本当にそうなのかと言われれば。あと金銭感覚だけど、結構使う割に貯金は多いし、ご飯食べる時とかも値段は見てないな。怪しそうか。ごめん、冷静に考えられないわ。だよな。今から少し時間あるか？1時間くらいなら。飯食いながら考えよう。ありがとう。数時間後。元気、ありがとうな。だいぶ冷静になってきたわ。お店のサイトとか見てるけど、顔出しはしてないんだな。そうなんだよ。だからバレないのが利点なんだろうな。そうだよな。うん。で、どうする？さっきも言ったように、一度自分の目で見てみたいから、千夏が夜忙しいっていう日に、その店に突しようと思うわ。その日俺も行こう。いいのか？もちろん、一人じゃ取り乱すだろ。うん、ありがとう。じゃあとりあえず千夏に聞いてみるわ。おう。翌日。千夏、お疲れ様。今日も業務終了。お疲れ。私も今日は家直行だ。千夏もお疲れ。明日の夜とかどう？いい店見つけたんだ。ごめん、明日の夜は残業だ。マジか。何時くらいに終わる予定？多分終電ギリギリだと思うから、確実にお店には行けない。オッケー、また今度にしようか。うん、そうして。10分後。元気、お疲れ。明日の夜行けるか？お、残業と言われたのか？うん。本当にいいんだな。うん、覚悟はできてる。入り時間は何時か知らないけど、帰りを店前で待ち伏せするわ。オッケー。もし本人だったらどうするんだ？婚約破棄だな。やっぱそうか。
いろいろ考えたけど無理だな。風俗嬢っていうのもしんどいし、黙ってられたっていうのがきつい。そうだな。とりあえずまた連絡する。OK。 6時間後。千夏、お仕事お疲れ様。今何してる？お疲れ。今退社した。もう23時なのに随分働かされたな。うん、一緒にご飯行けなくてごめんね。全然大丈夫だよ。でも大変だな、風俗嬢も。昼仕事してるのに夜はこんな時間まで働くんだもんな。風俗？哲也何言ってるの？千夏、後ろ振り返ってみろ。え、なんでいるの？それは俺のセリフだ。婚約破棄だ。2時間後。哲也、電話したい。ねえ、お願い、誤解なの。何が誤解なんだ？説明してくれよ。全然違うからね。会社の残業だったんじゃないのか？じゃあ何のための嘘だったんだ？違うの、そうじゃない。たまたま間違えて入って行ったの。ここの店長とかに聞いたらわかるから。私はあの店に在籍してないから。口裏でも合わせたか？言っとくけどたまたまじゃないぞ。しっかりとした証言があって疑ったから店前で張ってた。それを証拠に19時に入店して23時に店出てきただろ。本当に関係ない人なんだったら4時間も店内で何してたんだ？ごめんなさい。やっと認めたか。さっきも直接言ったけど婚約破棄だからな。待って、なんでそうなるの？当たり前だろ。彼氏に黙って風俗嬢やってるやつと2週間後から同棲できるわけないし、結婚なんかもってのほかだわ。なんでそうなるの？風俗嬢だって立派な仕事だよ。なんでそんなに毛嫌いするの？自分は利用しないかもしれないけど、こういう仕事は必要なんだよ。じゃあなんで俺に言わなかった？自分で後ろめたい気持ちがあるから俺に黙ってたんじゃないのか？それは別れてくれ。待ってよ、黙ってたのは悪かった。でもしっかり稼いでるんだからいいよね。あの綺麗なマンション住めるのも私の貯金があるからじゃない。立派な結婚式できるのも私の稼ぎがあるからじゃない。私が綺麗な状態をキープできるのも私の収入があってこそじゃないの？マンションは普通でいいし、高い結婚式はお前のエコだし、たとえ綺麗な状態を保ってくれてても他の男性に身売りする女は嫌だよ。元同級生のやつからお前の彼女最高だったわとかそんなこと言われたんだぞ。俺はそんなこと我慢してまで裕福な暮らしがしたいわけじゃない。は？誰よそいつ。そいつがチクったの誰？今はどうでもいいよ。とりあえず同棲は解除だからな。だから待ってって、お金は払ったんだよ。どうするの？自分一人で住めよ。無理よ。じゃあ解約しろよ。お金の無駄じゃない。嘘ついてたお前が悪い。じゃあな。翌日。元気？昨日はありがとうな。元気が横にいなかったら俺確実に手出てたわ。いや、壮絶だったな。さっきから千夏の通知止まらない。向こうは復縁希望だよな。うん、でも無理だけどな。またまとまったら報告するわ。 OK。 数日後。ちょっと、なんで実家に電話したのよ。ん？お前がしつこいからだろ。実家に全部言うのは卑怯だよ。俺は何回も忠告したぞ。電話をかけるなら俺も動くって。でも実家はダメってわかるでしょ。パパとママに泣かれて大変なんだから。泣きたいのは俺の方だよ。絶対結婚してもらうから、同棲もしてもらうから。じゃないとどうなっても知らないよ。次は会社に言うぞ。え？お前の勤務先風俗のみにしてやるぞ。それが嫌なら手を引け。今なら手を引いてやるからおとなしくした方が賢いぞ。まあでも賢い選択ができるやつは婚約者に風俗嬢って黙ってないか。クソが。せいぜい地獄を見てろ。さようなら。後日談。この後は結局両家の話し合いが行われました。話し合いが始まった途端、向こうの両親が深々と頭を下げて200万円差し出してきました。家賃の前払いや式場のキャンセルを含めた迷惑代として出してきたようです。千夏は最後までムスッとした態度でいたのが納得いきませんでしたが、お金で解決することにしました。早くスタートを切りたいと思っていたことですしね。それにしても許せませんでしたね。風俗を利用したことがなかったのが大きいと思いますが、皆さんはどう思いますか？婚約者や配偶者が風俗嬢だった場合、目をつむれますか？僕にはできなかったです。